ベテッビズ。こんにちはデンダ万昭久保田マです。今日はここにも月がありますし、ここにも月がたくさんありますよね。ちょっと月の大安売り状態なんですが、お月様の話をしたいと思っています。まあ SNS が普及してからだと思うんですけども、あの毎月満月が近づいてくると、今度の満月はまるまるムーンですよ。見てくださいねというような書き込みがずいぶんインターネット上に溢れているような気がするんですね。 まあ天文ファンからすると、だから何なんだっていう話でもあるんですけども、えー、ちょっとね調べてみました。いろんな名前があるんですね。まず1月から6月です。こうした名前はあのネイティブアメリカンがつけたものと伝わっています。古くから空をめぐる月を生活のリズムとしてきた彼らの自然への愛着が伝わってきますよね。で例えば3月、ワームムーン。 ワームとは虫のことです虫や小さな生き物が土から生い出してくるという日本の小暦の景実も3月ですから、まあ、陽の東西,を東西を問わずですね春の息吹っていうのはやはり人の心を引きつけるんでしょうねそして4月ピンクムーンと言いますけど日本だとなんか桜を思い起こすそんな気がしますそれから今月5月はフラワームーン花の月なんですねこれはね後でちょっとね詳しく、えー、触れたいと思っています で六月はストロベリームーンっていうんですね。北半球では大抵一年でも一番南に低い満月がこの六月のストロベリームーンになります。さて一年の後半の方を見ていきますとこちらはアメリカ大陸の大自然を思い起こさせるものが多いですよね。七月のバックムーンこのバックっていうのはおじかオスの鹿のことです。ちょうどあの角の生え変わる時期なんですね。で八月スタージャンスタージャンスタージャン スタジャンじゃありませんこれあの高級食材キャビアなどが取れます長ザメのことを指しているんですねやっぱり収穫と関係あるんですねで10月は冬に備えたまあ、ハンターズムーンハンターですまあ、これあのよく中秋の名月の英語訳とされるハーベストムーンでもまあ、この10月の月を表すことができますこれやはり12ヶ月全部にねちゃんと名前がついているんですねでもどうでしょう 最近よく耳にするあのまるムーンっていうのがちょっとなかったような気がするんですがこれです、スーパームーン、ね、聞きますよね、最近スーパームーンって。あのスーパームーンを決めるのは地球と月の実は距離の関係なんですね、季節は関係ないんです。で えー、月は地球の周りを27.3日でぐるっと回っているんですけども少し軌道が歪んでいますからところによって近かったり遠かったりその一番近い点を通る時ときとその日付と満月が一緒になるとこれスーパームーンの満月ということになるんですねさて今月5月の26日は満月そしてスーパームーンなんです、まあ、最近の流行りでいうと5月はフラワームーンでしたよね こういう言い方、スーパーフラワームーンってこういうふうにも言えるんです。でもね、今度の満月はもう一つ大きなおまけがつくんです。スーパーブラッドフラワームーン、ブラッド、血です。血は赤いですよね。赤い満月、月が赤く染まる、怪奇月食と、まあこういうふうになるわけなんですね。そう、5月26日は今年一番大きい満月が地球の影に入る、えー、怪奇月食なんです。 日本では日暮れてすぐ比較的見やすい時間帯に起こる月食その経過なんです月食の始まりは18時45分ご頃東京では月が出たばかりでまだね空明るいはずです西日本なんかはもっともっと明るいです西へ行くほど日没も月の出も遅くなります今回は多くのところで欠け始めた月が登ってくるということになります まいたを言えばあと1時間ほどおあの遅く月食が始まってくれた方が、えー、宵空の月が南東の空高く昇ってもっと条件は良かったんですけどもねでもこの月食はヨーロッパとかアフリカに行きますともう月食の時間帯がちょうど昼間になってしまうため全く見ることができませんあの日本では見ることができるだけでも十分幸せなんですで今回の皆既月食の特徴は月が地球の陰にすっぽり入っているその皆既食の時間がとても短いことなんですね。 で月が地球の影の真ん中を通りますと回帰色の時間というのは初めから終わりまで1時間50分ぐらいになることもあるんですで今回はですね、回帰色の時間、えー、ちょうど月が地球の影の減りの方を通るために19分程度かなり短いんですただ地球の影の減りをかすめるような回帰月食は色の変化がかなり美しいと言われていますさて月食の後半になりますけどこんな感じなんですね 西日本では空が完全に暗くなる前に回帰食を終わってしまいますでこの後はだんだん高度を上げながら明るさを取り戻していく月を楽しんでもらいたいなと思いますで21時半過ぎには21時過ぎには半分ほど輝きが戻って21時53分午後9時53分に月食は終わりとなります回帰月食はその満月の形がどんどん変わっていくということに加えてその 地球の影に入った月の部分の色の変化というのがです、ね、非常に美しいのでそこを、ね、あのぜひ見ていただきたいんです。ね。でもそもそも地球の影に入って太陽の光が当たらないはずの月が何でぼんやり赤っぽく光るんでしょうか説明しましまょう。本来は地球の影に入った月は真っ暗なんですけどもこれ。 地球のヘリをかすめる日光は地球の大気の層を通るときに少し内側に曲げられてまず月の方に向かうんですね。そして夕日や朝日が朝日が赤いのと同じように地球の大気を長く通った日光というのは七色のうちの青っぽい光が大気で跳ね返されたり散乱されてオレンジや赤い光だけが通り抜けていくんです。ですから月はね赤くぼんやりと光るんですね。例えば。 地球上でですね、大きな火山の噴火がなんかあった時には、いろいろ塵とかがあの清掃圏とかですね、大陸圏の上の方に上がっていきます。そうしますと、あの塵の影響で地球の大気を通り抜ける日光が少なくなって、会期下宿中の月が結構暗くしか見えないっていうこともあるんです。さて、ではここで会期下宿中のちょっとね、赤い月の写真あの私撮りましたんで見ていただきましょう。 これは2018年1月の月食で撮影した回帰食中の月の様子です。この時は回期中の月はかなりねご覧のように鮮やかな尺道色に染まりました。これは開回帰食が終わって月の一部が地球の影から出てきたところなんですけどもこれ何段階も露出した写真を重ね合わせて単なる赤だけではない回帰月食の不思議な色合いを浮かび上がらせてみたんです。 で日光で白く輝いている部分のすぐ内側にです、ね、青みがかった部分が見えます、これあの、ターコイズフリンジと言われています、えー、ターコイズブルーのターコイズなんですね。で最近、皆既月食のたびに天文ファンが注目しているものなんです。でこうした色彩のもとになっているのは地球のヘりをかすめた太陽の光です。国際宇宙ステーションから撮られれた日没直後の写真を見るときれいですよねこれ 日光と地球大気が織りなす美しい色彩のグラデーションがよくわかります。で、こうした光が月面を照らして、まあ海月食を彩っているとも言えるわけなんです。まあ、月食というのは、あの太陽が欠ける日食に比べると回数は少ないんですけど、月食というのは基本的にあの満月を見るあのことなんですよね。月食を見るということは、つまり、えー、月食が起きている時間帯に夜で 必ず月が月が月は夜の間は上がってますからそれを見ることができる地球の半分からは月食が見えるんです。ですから生涯に見ることができる数というのは月食の方が日食よりずっと多いと言えるんですね。ねではですね、えー、ここで最後にちょっとおまけなんですが今から47年前私が中学3年の時とった初めて自分で撮った皆既月食の写真をご覧いただきましょう。引っ張り出ししてきました 風の冷たい晩秋の深夜だったんですね画面の右の方にありますあの望遠鏡合計15センチの反射望遠鏡で撮影しましたで、デジタルカメラはない時代ですカラーフィ,フィルムで撮影したんですけどもねなんか見ててもとっても懐かしい感じがしますさて、今年は月食の当たり年で半年後の11月19日の宵にも回帰月食にかなり近いもうちょっとで回期になるという部分月食が日本の空で見ることができます またこの月食近づいてきたらご案内したいと思います天良晩生でした最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします